オレシニツァ公国の地図、1720年頃オレシニツァ、ジョーオレシニツァ公国、または、エールス公国は、シロンスク公国軍を構成していた公国の一つ。首都は、現在のポーランド領オレシニツァにあった。オレシニツァ一帯は当初ブロツワフ公国に属していたが、グーグフ公ヘンリク三世とレグニツァブロツワフ公、ヘンリク五世の紛争の後、1294年に、 グーグフ公国に併合された。ヘンリク三世が1309年に死ぬと、グーグフ公国の分割に伴ってオレシニツァは大幅な自治権を獲得し、1313 13年には、ヘンリク三世の三男ボレスワフがこの地に公国を創設した。ボレスワフが1321年に死ぬと、公国はその2位コンラト一世に受け継がれた。コンラト一世は、 一族のポーランド王ブアディスワフ一世の圧迫から逃れるため、ボヘミア王冠のもとに庇護を求め、1328年に、ボヘミア王ヨハン・ホンルクセンブルクに、真珠の礼を取った。シロンスク・ピアスト家の流れを組む、オレシニツァクゲは1492年、コンラと10世の死により断絶した。ボヘミアの戦王、イジーの息子インジフ一世が、当主のいなくなった。 オレシニツァ公国を獲得し、1495年には、ボヘミア王ブラジスラフに、同国の領有を認めさせた。ポジェブラト家も1647年には断絶し、神聖ローマ皇帝フェルディナント3世は、同公国を、ポジェブラト家最後の皇、カレルベジフの娘と結婚した、ビュルテンベルク家出身のビュルテンベルクユリウスブルク公、ジルフィウス1世、ニムロートに与えた。 広告は長く、ボヘミア王冠の俗領であったが、シュレージエン戦争の結果、1742年に、プロイセン王国に征服された。しかし、ビュルテンベルク家の公爵たちは、領主として、同国を領有し続け、1792年に、広告は、ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル公、カール一世の息子の一人、フリードリヒアウグストに相続された。 1815年からオレシニツァ広告はブラウンシュバイク広告と同訓連合を結成。同国最後の統治者ビルヘルムが1884年に死ぬまでこの関係は続いた。ありがとうございます。